program is brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。皆さんこんばんは、織坂優太です。毎週月曜日はセッション織坂エディション、この後9時55分までお付き合いください。最近興味があるのはですね、虫ですね。子供の頃とかそんな虫捕りとか行った記憶も何もないんですけど、大人になってからもないんですけど、最近なんかちょっと無性に虫捕りしてみたくて、というのもちょっと前にですね、京都に行った時に、京都の鴨川の河川敷のところでですね、ホタルが結構いまして、ホタルを指に這わせたりして遊んでたんですけど、なんかその感触がどうも忘れられなくてですね、虫を手に這わせたい欲がですね、ちょっと今あります。ただやっぱうちも結構ね、クモとかいっぱいいるんですけど、クモとかはちょっとやっぱ怖いので、なんかカマキリとかですね、その辺の子をですね、探して戯れたいなとちょっと今思っています。それでは今日の1曲目でございます。アルバム平成の中からこの曲を聴いてください。あいびき。かける跳ねる、マスミの空に手をかざす、火災とある口が変わる変わる血を注ぐ、つねるかわす、付き合う者に日が暮れる、互いの生傷を薄暗に伏せている飛ばし張って歩きました。よろめき踏み入れた線が国境だと分かった時にはもう一里も二里も先にいました。前線以上なし成立、大きらめきたり、歌います、ワオです、歌います、ワオです。シャバダバダバダバビーラ、シャバダバダバダバビーラ、バラ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 バビーラ、ラビーラ。セッション織坂エディション、改めまして織坂優太です。メールを紹介していこうと思います。ラジオネームおかゆ、鳥取県の方ですね。織坂さんこんばんは。暑いですね。こんな暑い日にとてもまずいぶっかけうどんを食べた記憶が思い出されます。なぜなのか理由は不明なのですが、時折必ずよぎる思い出です。美術系の大学に通っていた頃、油絵科の先輩が料理してくれたそれは、ぬるいし、ぼやけた味で、精一杯のもてなしとして乗せられた茹で鶏はパサパサで、とにかく平らげるのに一苦労する代物でした。織坂さんには不思議と深く刻まれた記憶や情景はありますか？とのこと。
ことでございます。美味しかったものの話はですね、結構よく聞くんですけど、まずかったものの話はなかなか珍しいのでですね、おかゆさんとてもいいなと思いました。確かにですね、そう、美味しいものももちろん記憶に残るんですけど、まずいとかそういう苦い思い出もですね、いいものですよね。ただまあ油絵家の先輩は大変心を尽くしてくれてるとは思うんですけども、まあちょっと味覚のね、フィーリングが合わなかったということだとは思うんですけど、私もでもそういう思い出ちょっとあって、特にまずかったという話ではないんですけど、そうめんを食べてて、ですごい鼻血が出てですねそれちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、まあ、食べ終わりかけだったんですけど、ついに血が入ったんですよね。それからその印象がちょっとついてしまって、冷たいそうめんをですねちょっと苦手、いやそこまでではないんです、苦手ってほどではないんですけど、少しそのことを、食べ物を見ると思い出す。続きまして、ラジオネームヤマロン、大阪府の方でございます。はじめまして。織坂さんのラジオが聞きたくてラジコプレミアムに入りました。私は彫金の仕事をしており、装身具を制作しています。織坂さんのピアスがいつも素敵だなと思い気になっています。30歳の時にピアスを開けたとインタビューでおっしゃっていたと思いますが、ピアスを開けて何か変化はありましたか？また装身具へのこだわりなどあれば教えていただきたいです。かっこ、いつか織坂さんのピアスを作りたいです。ああ、嬉しいです。彫金のお仕事をなさって、ピアスをですね開けて変わったことは、何ですかね、もうね、なんか慣れてきてしまって、あんまりこう今あの時と変わってるなっていうことってそんなに思いつかなかったりもするんですけど、ただ開けた時はですねすごく晴れやかな気持ちでした。というのも、ちょっと前にですね、まあかなりダウナーな時期がありまして、まあちょっとなんて言うんでしょう、まあ生きている時間っていうのは何なんだろうと考えるような出来事がですねあった時に、なるべくこうそういう時間って思っているより短いので、きっとまあ振り返ってみればそうなんじゃないかなと思って、だったら毎日お祝いだなと思って、お祝いだったら何か綺麗なものを身につけたり好きな服を着て過ごすのがいいだろうなっていうふうに初めて思えたんですよね、その時に。それがきっかけで、ピアスも開けたんです。10代の時とか20代の前半の時とかは逆に、なんだろうな、おしゃれしたりとかですね、こう晴れやかなものを身につけるというのが、まあ、ちょっとオルタナティブな音楽を聴いてたりした影響もあるかもしれませんが、あんまりそういう趣味じゃないなというふうに思っていたんですけど、30ぐらいになってからですね、なんか楽しく明るいものを身にまとって生きていこうというふうな気持ちになりました。なのでいつかぜひ作っていただきたいです。楽しみにしています。ヤマロンさん。ラジオネーム猫ちぐら。織坂優太様こんにちは。今年の暑さには幾分慣れましたでしょうか。こんな暑いと髪をバッサリ切りたくなりますが、織坂くんは髪型にこだわり、かっこあるいはやってみたい髪型などはありますか。個人的には平成のジャケットの時の髪型が好きです。ありがとうございます。やってみたい髪型は結構ちょっと前にですね、割とすごく短くしてた時期があるんですけど、平成の後、去年とか一昨年くらいかな、割と思い切って短くした時期があったんですけど、
それはそれで好きなんですけど、飽きやすいんですよね、すごく。で、今結構長めにまた戻ってきてるんですけど、平成の時の感じにちょっと近くはなってるんですが、またすぐ飽きるんだと思うんです。もう何ヶ月かしたら。なのでこだわりというのはさほどないんですけど、とにかく同じ髪型にずっとしていられないという性分なのかなというふうには思います。結構ね、でも平成の時のあの髪型が好きで真似してるという声をですね、たまにいただくのでですね、ファッションリーダーとしてはですね、嬉しい限りでございますけど、と言ってもですね、最近は腰痛でですね、寝たきり生活なので、ほぼ寝巻きで過ごしております。織坂です。それではここで一曲聴いていただこうと思います。豚作でピクチャでは、毎週弾き語りをお送りしておりますが、先週と今週は特別編としてフジロックフェスティバルとスイートラブシャワーの出演アーティストから私が見たい気になるアーティストについてお話をしています。今週はですね、私も3日目の8月29日に出演いたします、スイートラブシャワー編でございます。なんといってもですね、スイートラブシャワー見たいアーティストの一組にはですね、やっぱり昔から憧れのナンバーガールがパッと思いつくかなと思います。しかしですね、ナンバーガールと私たちの出番がですね、おそらく重なってるんですね。なのでこれを聞いてナンバーガールいいなと思った方はそっちに行っても構いません。まあでもどうなんですかね、その時の気持ちによって決めていただければいいと思いますけども、まあ私もいいライブやりますよということだけお伝えしとこうかなと思います。ナンバーガールはですね、まあ聞くようになったのはナンバーガール解散した後だったかなと思います。ドンピシャ世代ではないんですけども、私は同じくボーカルのですね、向井修徳さんがやっていたザゼンボーイズというバンドがすごく大好きで、でこの人昔こんなのもやってたんだって言ってナンバーガールを聴き始めたんですけど、またこれが、ものすごく、まあ皆さんご存知の通りだとは思いますが、かっこよくてですね、
だいぶ聞き込んだり、あとはギターをコピーしたりとかですね、コピーバンドをやったりとかですね、していました。で、歌を歌うとかですね、こう人前で大きい声を出すっていう経験のあまりない人間だったんですけど、最近まあこうやってですね、声を張り上げて歌ったりしているのは、おそらくナンバーガールのコピーバンドをやった結果かなと思います。こう人前でがなるというのがですね、初めての経験だったんじゃないかなと思います。そういうきっかけにもなっているバンドですね。そしてなんといっても、夏のイメージが私はすごくあって、もううだる夏の日に聴くナンバーガールというのがですね、大変爽快でございまして、これを皆さんにもですね、まあもう周知の事実だとは思いますけれども、お試しあれという感じで、まあ私は見れないんですけど、楽しみにするといいと思います。では聞いてください。ナンバーガールでちびっこさん。Yeah.
セッション織坂エディションお別れの時間です。8月22日日曜日フジロックフェスティバル、8月29日日曜日スイートラブシャワー、9月18日土曜日風キャンプライブに出ていきますので、皆さんと会場でお会いできればなと思います。それぞれですね、こういう時期ですので、まあ、気をつける部分もたくさんあるとは思いますが、心を持ち寄っていいライブになればいいなというふうに思っています。そして10月6日にニューアルバム真理リリースいたします。真理ツアーと題しまして回っていきます。宮城公演は11月6日土曜日、日立システムズホールシアターホールにて、現在チケットピアにて第2次オフィシャル先行予約を実施しております。詳しくはチケットピア織坂優太で検索してみてください。こちら2次先行予約は8月24日の23時59分まで受け付けておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんからのメッセージはデイト FM ホームページのリクエストから、この番組を選択して送ってください。お待ちしています。明日のこの時間はワトウィンの皆さんが担当します。それではまた来週、ここまでのお相手は織坂優太でした。 This program was brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。おいでよ僕の角部屋に、忘れ物したふりをして、ビートイズマザー聞きながら震えて待つよ、震えて待つよ。織坂優太です。毎週月曜の夜に放送中のセッション織坂エディション、番組後半では弾き語りもやります。リクエスト、皆さんからのメッセージお待ちしています。月曜夜9時30分からの時間は私にお任せください。ナオのニャンダカショー、プロのミュージシャンとともに季節に合わせたジャズナンバーや名曲をスタジオライブでお届け。お相手は仙台出身猫好きジャズシンガーナオ。毎週水曜日午前11時30分から、ぜひ聞いてね。ニャオ。オレンジレンジです。毎週木曜オンエアセッションレンジエディション、番組のテーマは10年後です。一緒に10年後を想像しましょう。メンバーそれぞれのミニコーナーもあります。セッションレンジエディションは毎週木曜夜9時半からです。皆さん聞いてね。